プロ野球ニュースファンの皆様明けましておめでとうございます年頭飾ります新春砲弾今日もスーパースターのお二人をお迎えしておりますまずこちら長嶋茂雄さんでございます明けましておめでとうございますおめでとうございます。よろしくお願いしますそしてジャイアンツの王貞治監督でございます王さん今年も一つよろしくお願いいたしますよろしくお願いしますあの暮れからですね、えー、ずっと今年にかけて、はい、長嶋さんの場合は新春のですね将軍展であったりですね、はあ、あるいはあの迷宮会の えー、集いであったりいろいろ忙しくて、えー、なんかのんびりする暇ないんじゃないですかそうですね大体野球の世界っていうのは11月12月は忙しいんですよね、はい、いろいろあのスケジュールの入る、うん、あれも多いし、まあ、何やかにやと <laughs> 結構忙しかったですねそうですが、えー、そうしますとお正月になってこう新春初打ちとかですね、えー、ゴルフをゆっくり楽しむなんてですかそうですねこれからまたやってみたいと思いますねそうですか <laughs> まあ王さんはですね今年まあ年が明けてですねやはりジャイアンツ創立50周年という 大変な年に監督を引き受けられたわけですけどさあやってやろうという気持ちがより強くなったんじゃないですか,か,ですかそうですねやっぱり年が変わってまた気持ちが新たにっていうかね、うん、もうすぐあの気温が近く感じるようになりましたですからね、はい、もうすぐトレーニング始まりますし、はい、やっぱり暮れとは違いますねそうですね暮れのうちはハワイで随分ゴルフをやりになりましたね、はい、もう本当にあのなんですかシーズン中できない分だけね、はい、とにかく マチとにかくゴルフ三昧というかね、ええ、本当に徹底でりましたそうです長嶋、ね、さんね、ええ、まあ私、今も言いましたけど、そのジャイアンツ創立50周年という今年ですよね、まあ王新監督ということなんですが、<あ>やはり大変な時期に引き受けたなという感じ、外野からするとするんですが、ですかまあやっぱり50周年というものはね、はい、いわば半世紀たったね、一つの、まあ、 この1年という、ね、ものでいろんいろな形で、まあ、話題性はいろいろあるんですかねただ一方現場のほからしてみればねやはりプレッシャーみたいなものはねやはり感じるでしょうね、えー、同時にまたそれをですね自覚をしながらやっぱり王新監督の場合でもこうやって進出に早そ々うそうですねやってやるっていうですね、まあ、今では助監督という立場で3年間管理の仕事をしたにせよですねやはり何と言っても監督という一つのもう最高責任者ですからね それないの今までない正月を迎えてねいるんじゃないかと思うんですよね。おうさんどうですか。やはりそのプレッシャーがあるからこそやりがいがあるということなんでしょうか。うん、そうですね。もうあのまあ50年であるということはもう去年ね、はい、それこそシーズン始まる前から来年は50周年だっていうことでまあシーズン戦ってる間にも来年は来年は,来年はということでね言われてましたですからまあ実際にこうやってあの監督休憩段階でもやっぱりそれはもう十分分,分かってたことですし。 かえ、まあ、ってわれわれだけじゃなくてその選手もですね、はい、もう要するにもう今年はその記念すべき年なんだと球団にとってね50年というのはすごいまあ、長い歴史ですしね、うん、ですからその年をやっぱりいい形で飾りたいという気持ちはありますし、えー、まあどこ行ってもそのことは言われるわけですよねですからもう最初からそういった意味での心構えができているっていう意味ではいいんじゃないですかねかえって。 まあ、あの王さんがですね長嶋さんね、ね、えーえー、あの就任されてですねそしてまあずっといろいろお話を聞いてますとね、はい、とにかく豪快な野球パワフルな野球をやってですね、うん、相手をこう力でねじ伏せるんだということを、ね、<ー>言って新年を迎えているわけなんですけどねね島、えー、さんいかかがですかそうですすそうまあもちろん監督のキャッチフレーズというものもね幡地石もやっぱりそれは必要だと思うんですね、うん、勝負の世界では。攻撃のやる場合もあるだろうしあるいは一転しましてね。 えーまあ、守りの勝負もね時にあるでしょうが、まあ、大体ジャイアンツチームの歴史そして伝統を見てみますとねどちらかというと攻撃型のチームなんですねイメージ的には。実2過去の一つの、まあ、データ的に見ましてもねやはりどうしても攻撃優先的なそういうもので栄光をに収めたというものが多いんですね。もちろん攻撃だけでは野球というのは勝てませんねピッチングスタッフという充実。 そそしてそれを守る野手のですね完璧なディフェンスの力そういう守りの力は当然あるんですけどもどちらかというとやはり攻撃でしょうねですから野手の監督の就任の場合は大体、うん、やはり守りの野球よりもむしろ、まあ、僕の場合でもそうであったんですねどうしても攻撃型なねチームのイメージをですね作りながらそして事実そういう采配の面でも、うん、そういう攻撃型の野球をねしたくなるようなね 傾向にはありますすねそうですか、えー、ピッチャー出身の監督さんよりも長嶋さんの賛同を得られたわけですけどね <laughs> 王さんお伺いになってるその豪快なパワフルな野球っていうのはどういうことでか、まあう決してそのピッチャーを軽く見てるとかね、はい、守備とかそういうのを軽く見てるんじゃなくてまあ今はどちらかというとジャイアンツはピッチャーのがいいですよね攻撃陣よりは。はい、それはまあそのままむしろ維持しておいてですねその闘志身を攻撃陣が超えるということを目指したいということなんです。ですから やはりあの我々小さい時から野球やってきてやっぱり打ち合いの試合の方が見てて楽しいと思いますよね。えー、ですからお客さんにも満足していただけるし我々も相手を突き放すことできるのはやっぱり攻撃だと思うんですよね、はい、ですからもちろんそのピッチャーにはもう今まで以上に頑張ってもらうんですけどやっぱりその、まあ、昨年の,そのシリーズに関してもダメを押せなかったというのはやっぱり攻撃陣がね今一つ力が足りなかったということなので、まあ、攻撃陣を の力をもっとこう、力を伸ばしたいんだと、引き上げたいんだと、そういう気持ちが、まあ、そういう。キャッチフレーズになってるんですけど。そうですか。はい、もちろん、その選手高校の話になりますとね。まあ、中心の原選手ですね。はい、王さんの目からご覧になって、あれだけ、まあ、去年まで実績を積んできた。はいはい、今年原はどうあってほしいですか。そうですね。やはり、あの、打点を取る。というタイトルを取りましたよね。これは、まあ、ものすごく彼は、あの。三年目で。 タイトルっていうものを手にしてものすごくこうプロ野球そのものに対する自信がねより一層強くなったと思うんですよね。ええ、でそうなってくると欲が出るんですよね選手っていうのは。やっぱり今度は、ね、ホームランも取りたいとか、はい、まあ集大成にならないまでも打率を持ってあげたいとかでやはり打点を取って、うん、オフを過ごしてみていかにそのいい成績を出したオフが素晴らしいかということをね彼はも実感として感じてると思うんで、ええ、彼の場合は、まあ、心配する手はないんですがただただもう。うん とまることなくねもう今が一番何ですかこう伸び盛りですからね、ええ、そういううい点ではもう彼にむしろ今はどちらかというと中畑がね権威者的な表現されてますけどやっぱり選手っていうのはやっぱり力でやっぱ結果で引っ張る部分っていうのは大事なんでねそういった意味じゃあそのそういうことに遠慮しないでね実際は俺が引っ張ってんだっていうぐらいのつもりを持ってね気持ちでやっぱり1年間 やってほしいですね。そうですか。はい、長嶋さん、まああの去年よく長嶋さんおっしゃってましたがね。えーはい、まあ原にはですね、えーえー、まあ本当のなんか男らしさとかね、えー、男っぽさを私は要求してるんです。おっしゃいましたね。えーえー、今年彼どうですかね。うーん、まあ今の監督のねお話がありましたようにね、はい、まあ三年まあプロの道に入れば裏も表もですね、ある程度把握できたと思うし、本当の原自身の力というものはね、この四年目に向けた今年じゃないかと思うんですよ。えー、そういう意味から言ってね。 打点王というあのタイトルそれやはり自信につながってね、うん、その自信がやっぱり自覚をさらに倍増していくし、はい、同時にまたねこのリーダーシップ的なそういうね責任感をどん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 やっぱり自分自身でね、うん、持つようになればですねおのずとやっぱり技術の追求というものはね、はい、中身がね濃くなるし当然質も上がるしね質が上がってくれば当然結果はですね倍増していくと。うん、ですが今年の原君の場合は一番、うん、なんて言うんでしょうね 彼の一番選手生命の中で今年はキーの、ね、年になるような気がしますですねあ,<ー>ある意味においてね、うん、ですから一層の、まあ、期待をしているところなんですがね、うん、ただまあ僕らが強い要望のせいか、うんえー、まあチーム内のリーダーシップよりもねやはり日本の球界のリーダーシップをですね取っていただきたいと、うん、また取るにふさわしいそういう資質に恵まれてるし同時に肉体の面もですねあるから本当にもう頑張ってもらいたいですよね。そうです 王さん、やはりあれですか？腹を中心に3番を打てるバッターだったらということなんでしょうか？そうですね。あのー、まあ、外人の場合はあの腹を挟みたいという考えはありますんでね。はい、ですから、やっぱりあの長打力はまあ、あんまりなくてもね。やっぱり確実性のある。それでいて、まあ足速い肩がいいとかっていう形で。まあ、あの講師ともにね。そのチームのね力になってくれるという選手ということで。 い、まあ、いろいろ探して、まあ、ジャイアンツに、ね、来ることになったんですけどこれあのチームの特に日本の選手の刺激になるような、ね、プレーをしてほしいわけですよ。<ー>ね、ですから、まあ、そういった意味ではあのいい形で、ね、チーム内での、まあ、いい意味での競,競い合いが、ねまあ、かなり華々しくやれ,られやれるんじゃないかと思ってそういう点は期待してるんですかねねそうでですす、ね、やはりあのこの時期ですね。 年が明けてすぐもうすぐ実主ト始まるわけですね<ー>あの現役時代の長嶋茂雄はどうであったのかこの時期にそして王貞治はどうであったのか今の現役プレイヤー、まあ、プロ野球選手ですねなんかこの正月の過ごし方をアドバイスしていただきたいんですけどいかがですか長嶋さんから。う <laughs> ん随分古い話になるんですけどもこの時期ですねまだ七草前ですからねまだ七草前あたりまでこうのんびりっていうかしかしもう門松が取れる頃になりますとね、はい、そろそろもう気もね うん流行ってきますしねすぐまあ、自主トレに入ったり、まあ、僕の場合よく山へ行きましてねん一人で、えー、よく自主トレやったもんですねそうですか、えー、まあ年が明けてやっぱり選手も本当にこうなんか気持ちをすぐ切り替えて充実させなきゃいけないんです、ね、そういうことなんですね、えー、特にシーズンともなればね切り替えのうまい選手と下手な選手の差がですね必ずやっぱ数字にでも出てきますしね だから早く自分で自分を切り替えるだけのねそういうい精神的な力というものをね単なる技術のそのレベル上げるのみならですね自分で自分をね作り上げていく、ね、そういうようなものもやっぱり打てるところは力のうちですからね、はい、ですから、こういういうにまだちょっと勝負からまだ時間のある場合はそういう面でどん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 ん自分でね、えー、長所短所を見極めながら作っていくといいと思うんですよね。はいえー 王さん自分の現役時代と照らし合わせてもちろんおとそ気分でね自主取りこられたんじゃからないわけですけどね、えー、王さんからのアドバイスサジェッションって何ですかです、ね、まあ、確かに僕らがやってた頃に比べると練習の始まりが早くなりましたよね,ね選手も本当大変だと思いますけどねやはりあの大体いい年が変わるとね気持ちももうやっぱりさあそろそろ始まるんだっていうんでね,ねだいぶこう切り替わりができま切り替えができますしね、まあ、特にあのファームの方はもう8日からやりますしね 若い選手はもう各人トレーニングを始めてる選手もいると思うんですよねですからまああの早、ー、る気持ちは分かりますけどね、ええ、最初はやっぱりしばらくの間休んでるんですからじっくりね少しスローペースで行ってで体が出てきたらこうスピード上げていけばいいと思うんですよねですからすかあまりこうなんですかね張り切りすぎないでね、うん、まあ最初はゆっくりというぐらいのつもりでいいんじゃないでしょうかね。ま、はい、あの長嶋さん、はい 先ほどからこうジャイアンツの50周年というねお話出てきてるんですが、えーはい、あのボルチマ・オリオールズがもう今年来ます、えー、秋にはであの王監督率いる読売ジャイアンツともちろん西武を破ってでしょうけどね <laughs>、えーえー、日米決戦をやるかなというお話なんですけどね、えー、やっぱりあのボルチマっていうところはうんまあややチームカラーとしてはややじ地味なね、うん、え印象を受けますけどねよく見ますとね、えー えー、裏腹にですね、力量というものはやっぱり晴らしいチームですね、うん、特に日本の野球の、今の日本の球界のレベルの戦ってますね、戦ってる現場の皆さんにはです、ね、あのオールウというチーム、特に昨年のチームの力よりも、今年はさらにね、えー、上昇してね、日本に来ると思うんですよ、えー、ですから、あのチーム力ならば、当然、ワードシー出るだけの力を持ってますしね、えー、これはやっぱ素晴らしいチームですね。 大さん、まあ、あのジャイアンツも続入三軍戦と言いますかね、はい、とにかく、まあ、ここ出てきて、えー、すぐプロに入ったりそういう選手はもうとにかくそのプレーの前に体作りだということで、はいはい、どうですかあの池田高校からドラフト1位で取った水野投手なんかもですね、はい、なんか今年はそういう形からスタートさせるというコメントがありまは卒業試験とかね、はいまあ、授業するのとかあってどうしても最あの今現在の選手と同じようにスタートが切れませんのでね、えー、まあファンの皆さんはね あれだ期待された選手ですから最初から一軍にいて、キャオープン戦も出て、もうそれこそみたいな、ねええっていうことはありますけど、やっぱりそ,そこで無理しちゃうとね、せっかくのまあいい選手があまあ思わぬ怪我をしたりなんかしますんで、ええ、最初はやっぱり少し時間かけてね、じっくり見極めたいと思うんです。長嶋さんまああの王監督の船で新年、ええ、にあたりですね、ええう、まあ先輩としてと言っちゃちょっとあれかもしれませんけど、ええ、アドバイスと言いますかね、<laughs> うなんかサディッションいかがですか、うん。まあアドバイスはありませんけどもね。えー もう本人も,もう十分ね、えー、認識してるしねただやっぱり野球っていうのはご承知のように、まあ、偶然性の左右されるそういう1つの勝負しますからね、えー、計算外のことがしばしば出てですね思わぬ誤算に入ったりですねそういうことよくありますしねですからやっぱそういうものもカチッとですね計算のもとにできうるようなねそういういチームのプレイヤーの、ねえー、力量まずやっぱりこのスプリングキャンプでね。ね レベルアップしてですねですからまあキャンプ終了あたりにはある程度ピッチングスタッフ見れば例えば江川は難所畑岡は難所角谷リリーフエースでどのぐらいのセーブポイントするかいろんな形でもうある程度の判断はですねつかめるくらいのそういう一つのスプリングキャンプのね練習の量とそして同時に質をですね向上させて、えー、ですから東京ジャンツの場合はキャンプの出来不出来じゃないでしょうかね。 えー、特にご承知のように最近のこう、まあ、数年見てみますとね日本の野球っていうのはやはり春を制するものは、うん、秋をも制するというそういう話をよく聞くんですがねやっぱり最初の出足特にゲーム数にしてどうでしょうかね30から40ゲーム5月のです、ね、半ばあたりまでがやっぱり一番大きなポイントとなるような、ね、ゲームになりますからねやっぱりそれにはスプリンキャンプをきっちりとですね体調を整えて。 やればですね。おのずといい結果なんですね、うん、出るだろうし、祖母が思うんですよね。ええ、大差まあ長島監督前全監督のですね。<laughs> あのアドバイスが出たわけですけど、大沢の長島さんご自身の問題についてあまりコメントはしていらっしゃいませんけど、<laughs> 今年長島さんどうしたらいいんですか、ね。<laughs> そうですね。やっぱり <laughs> でも長島さんの思う通りにやられたらいいんじゃないですかね。<laughs> <laughs> まああの去年はですね、まだ木が熟さずということでね、<laughs> えー、まあ四年目の充電に入ったわけですけどね。<laughs> 田島さん、ええ、今年ロフは大変ですよいろいろと野球を好きなもんですからね、うん、今年はできる限り野球を見るようにしてですね、まあ、グラウンドへたびたびってわけにはいきませんかね、ええ、いかない場合はほとんど僕はテレビで見てましたね、ええ、ですからまあ昨年のシリーズでもテレビ観戦して現、ま、行、あうんまあ、をしながらですね見ておったんですがねテレビっていうのもやっぱり正直でしたね、ええ、非常にこういうグラウンドにはないね野球のこう面白みっていうか。 そういうものも出てきますしね。はい、ですから、今年は極力グランド、そしてテレビあたりでね、家族が見たいと。そう思ってます。はい、あそうですね。王、えー、さんはどうあげる夢見ました?。もう、やっぱりもう、それしかありませんね。<laughs> 日本一しか、はい。はい。はい、そうですか。あの、今年もですね、お二人にとって素晴らしい年でありますように、お祈り申し上げます。えーえー、本日本当にありがとうございました。